ディスカバリー。本日のスペシャルゲストはファッションモデルとしてデビュー、去年今年と3回パリコレクションへ出演されました。その一方、美貌にそぐわぬネガティブキャラでバラエティ番組などでご活躍中です。また映画、ドラマ、舞台などで俳優としても才能を発揮されています。それではご紹介しましょう。スペシャルゲスト、栗原るいさんです。栗原るいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前ファッションショーで、はい、そうなんです。何度か押切さんとはファッションショーの舞台裏ですれ違ったことはあるんですけど、こうやってじっくりお話しするのは初めてなんですよね、はい、ですよね、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はじっくりお話ししてくださるんですか。はい、わ、嬉しい、ありがとうございます。いえいえ、話さないとダメですし。そして今日の番組はですね、東京のかき氷ということで、今リスナーさんから最近凍りついた瞬間を聞いているんですが、はい、栗原さんは何かありますか。僕はこの前公園に歩いて、もう散歩しに行っていて、はい、そこで地面を見てたらちょっと綺麗なお花があったので、そのお花の匂いを嗅ごうとして、ちょっと地べたに、はい、座った感じでその花に近づいて、はい、結構いい匂いしていて、で周り の, その地面もちょっと、まあ、雑草取りとかじゃないんですけど、ちょっといろいろと手 でなんかいじっていたら、なんか僕のすぐ近くになんか太さ1センチで長さが5センチぐらいだったムカデを見つけて、それにビビって凍りつきました。結構大きいですね。はい、そうなんです。東京ですか。東京です。いるんですね。僕この前、はい、この前じゃない、10年ぐらい前、修学旅行で確か新潟に行ったことあるんですけど、はいはい、あんなに大きいムカデを見たのは、本当その時新潟に行った時の10年ぶりぐらいでした。しかも都内でってのが一番びっくりだったので、ね、新潟でもムカデ見たんですか。新潟で僕が泊まっていたところの寮っていうか、泊まっていた場所の近くが、はい、本当なんか外にムカデが出ていて、うん、もう周りの子供たちみんな パニックしてて、先生たちもちょっと焦っていたっていうのがすごい覚えてましたね。私だったらもう絶叫してしまいそうですが、栗原さん結構公園とか行ってお花の匂い嗅いだりとかされるんですね。はい、もともとお花とかがすごく好きなので、植物園とかにもよく行ったりしますし、パリとかにも、はい、毎回パリコレクションのシーズンに行ってるんですけど、その時にもう公園とか歩いてお花を見たりとかよくしたりしてます。素敵。なんかその現代的なイメージが強いので、なんか意外でしたね。そうやって自然に自分から接していくっていう感じが。そうですか。はい、いや僕実は昔からすごく虫とか、はい、あとお花とかそういう自然的なものがすごく好きで、小学校の頃も自分の学校にあったアリの巣があったんですけれど、はいはい、自分が持った砂糖粒をアリの巣の近くに置いて、どれだけアリが出てくるのかっていう実験もよくしたりしてました。私もそれやったことあるな。あ、やったことありますか。はい、あります、あります。やっぱ楽しいですね。どれだけのアリが出てくるのかっていうのを見るのも、めちゃくちゃ集まりますよね。そうなんですね。なんかそれをもう見るのも楽しいんですけど、よく自分やってたのある、なんか瓶の中に閉じ込めて、どういう感じに逃げようとするのかとか、どういう、その粒を拾って巣に持っていくのかっていうのをいろいろと見たりするのも好きでした。結構好奇心旺盛な少年だったんですね。昔はそうでしたね。多分今なんか年取っちゃって、なんかそういう気力もなくなっちゃったっていう。お若いじゃないですか。今おいくつでしたっけ。今は20歳です。20歳でそんなこと言わないでください。いやいやいや、ありがとうございます。いやいや、さあ今日はそんな栗原るいさんの魅力を再発見していきます。はい、先ほどの紹介でも触れましたが、去年今年とパリコレにご出演されたということで、写真私も見ましたけど、はい、かっこいいですね。いえいえいえ、また普段 のテレビとかで見る姿よりも本当により洗練された、メイクとかもちょっと、ね、顔にペイントみたいなされたの写真みたいですけど、そう
ですね、毎回僕ここ3シーズン四次山本でトリプル出演したことあるんですけど、はい、でもそこでのメイクもやっぱり毎回すごくクリエイティブで、前回はのなんだっけ、顔に傷とかをつけているようなメイクで、はいはい、今回もペイントをつけるっていうのであって、それが僕も毎回楽しみにしてる、メイクもそうなんですけど、やっぱりその実際にどの服を着て、いろんな人たちに見てもらうっていうのが、このシーズンはこれが絶対来ますっていうのも僕自身も知ることもできて、すごく楽しいですね。どんなトレンドなんですか？トレンドはなんか今回は春夏6月だから、多分僕の中で思ったのは、フォーマンス、エレガンスと、で、なおかつ、はい、型破りのような感じと、いわゆる、昔と今を組み合わせたような融合的な感じってふうに思いまして、なんか、昔の人も、今、はい、若い人の服を着れ、若い人たちが着ている服を着れば、新しい大人にもなれるっていう、なんか、そういう感じのようなものを感じました。なるほど。はい、やっぱそこにエレガンスが入ってくるんですね。そうですね。ショーはどんな感じでしたか？個人的な感想なんですけど、僕も前から東京コレクションで何度かのショーには出たことはあったので、はい、うん、どういう、違うんですか？もう、はい、日本と違うんですか？日本とは違うといえば国が違うぐらいですね。そうなんですか？はい。もう本当、東京コレクションとかの時も同じなんですけど、出てきて、もう真正面にもう何人もカメラマンさんたちがいて、写真を撮るっていうので、さほど、なんだろう、すごく自分が思ってたような差はないんですけど、はい、でも僕も多分、毎回ショーの時もそうなんですけど、本番直前になるとすごく緊張しちゃうっていうのがあるんです。栗原さんでも、はい、おしぎさんも多分あると思うんですけど、やっぱりそのショーを出る時にやっぱいろんな人たちに見られて、この服をよく見せたいとか、ぎこちない歩き方じゃないかっていう風な、はい、すごく直前までの緊張になったりとなっちゃうっていう気持ちありますね。あります。でも栗原さんは12歳ぐらいからモデルされてたんですよね。はい、もともと12の頃に、メンズの雑誌に不定期によく出演していて、そこから、はい、もういろいろと広告とかショーとか、もう雑誌とか、もう本当に、どちらかというと、ショーモデルっていうか、普通のモデルのような、のような仕事が多かったです、昔から。きっかけって何だったんですか？きっかけは、もともと、今事務所は違うんですけど、元々最初に行った事務所にはもう僕が0歳の頃から登録していて、0歳、はい、もう赤ちゃんモデルじゃないんですけど、はい、初めてその時の仕事がおむつの CM だったんですけれど、でもその時は僕は何っていう自分の意思もなくどういう感じだったのか分かんなかったので、覚えてもないですか？ほとんど覚えてないんですけど、でも母親と一緒に話していたのは、思い出作りとしてで登録しようかっていう感じだったんで、今ほどさほど、なんだろう、向上心はなかった、ね。向上心0歳からはないですよ、ね。はい。あったらすごいですけどね。どんな大人になるんでしょうかね。多分、ノーベル賞受賞するような人かもしれないですね。わかんないかもしれないですけど。はい。はい、そんな栗原さんですが、はい、この夏舞台をやられるんですよね。はい、8月22日の土曜日から31日の月曜日まで、舞台気遣いルーシーを東京芸術劇場でやります。はい、今音楽もかかりました。この音楽も、はい、これはこの舞の気遣いルーシーの、はい、ある意味テーマである気遣いの歌ですね。はいはい、この気遣いの歌、はい、そのまんま、さっきちょっと後付け、はい、なプラスしたような感じで言っちゃってるんですけど、もう本当にこの曲名も気遣いの歌という曲で、はい、でこの部でやっぱ気遣いというのがテーマであるので、はい、それに沿った感じの歌なんですけれど、なるほど。で、はい、タイトルは気遣いルーシー、こちら原作が松尾鈴木さんということなんですけれど、はい、どんなお話なんですか？このお話は昔々あるところにルーシーという女の子と、はい、女の子がいて、その子はおじいちゃんと馬と3人と暮らしていたんです。そこである日おじいちゃんが突然
おじいちゃんが大間さんと一緒に出かけていって、そこで急におじいちゃんが死んじゃって、はい、それで大間さんはおじいさんが死んじゃったらルーシー悲しむから、うん、よしじゃあ僕がおじいさんになろうってふうに考えて、はい、そのおじいさんの生身の状態のおじいさんの皮を取って、はいはい、その皮を自分にかぶせて、はいはい、おじいさんのようになってルーシーに接しようとするけど、はいはい、でもルーシーもこれはおじいさんじゃないって薄々気づいていたんですけど、でもやっぱりその馬の、うん、の気遣いにも本当と無駄にしたくないっていうので、うん、ルーシーは黙っていたんですけど、うん、そこでその状況を見守っているおじいさんもいて、まだ死んではなく、あ、死んでなかったですか？いわゆる魂があるけど体がないような感じで見守っていて、はいはい、でそこででもう長い歳月が経ってルーシーもみんな大人になって、ルーシーがある王子様と恋に落ちて、うん、はい、で結婚しようとしたんですけど、その王子は余命3ヶ月しかないという、あら、ちょっと悲しい状況になっちゃって、はい、そこでおじいさんがよしじゃあわしが王子様になってルーシーと結婚しようというもう本当いろんな気遣いと気遣いがバン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 重なっちゃうんです。みんなが気遣ってる、はいはい、お話ですね。なるほど、はい、栗原さんの役はどんな、僕はあのその余命3ヶ月の王子、はい、なんです。さすが納得ですね。はい、いや分かんないですよ、馬だったかもしれないですよ、もしかしたらどれかなと思います。なんか何でも起こり得そうなね舞台なので、もう結構始まってるんでしょうか。そうですね、もう始まって 2,3 週間ぐらいで、今少しずつ皆さんと一緒に、はい、そういう最終調整に向けて、まあ最終調整ではまだ1ヶ月なんですけど、いろいろと形を固めようとしているところですね。はい、出演者の皆さんとはどんな感じですか？ワイワイなんですか？ワイとワイワイですね。なんかみんなすごく仲いいですし、よくその舞台、そのこの芝居どういう感じにしますかって話したりもするんですけど、はい、よくあの休憩の間にもみんなで集まって、なんかまあ円卓のテーブルじゃないですけど、そういう周り、はい、そういうみんなで集まってよくお話ししたりとかしてますね。こちらの松尾鈴木さんの絵本が原作だったということなんですけど、松尾さんにはお会いしましたか？いや、実はまだお会いしてないんです、僕。お会いする機会もまだなくて、ね、松尾さんがの演出されていた舞台とか何度か見に行ったことはあるんですけれど、でも、はい、そこでもお会いすることはできてないので、まあ僕も本当お会いしたいですね。今度こういう役がやりたいとか、そういう思いもあるんですか？まあ、大人計画さんの舞台に出れたら、それはすごく僕も嬉しいですけど、はい、でもやっぱりまずは本当に松尾さんがどんな人なのかも知りたいですけど、うん、この気遣いルーシーの舞台をやってからちょっと改めてじっくりお話ししたいですね。見に来てくださるんですかね。見に来ると思いたいです。モデルとお仕事、あのお芝居のお仕事両立されてますが、それぞれの魅力って何ですか？うん、まあ、モデルはあのやっぱりまあ、モデルとお芝居一つ両方に共通してる点はある意味違う自分になれるっていうので、まあ、あの僕もともとまあちょっとこのお仕事でな、やもうお芝居とモデルやっていてちょっと変かもしれないですけど、僕って昔から前に出るようなタイプじゃないんです。じゃない、はい、はい、じゃなくてもう本当それこそみんな盛り上がってる中、それをじっくり見守っていればいいっていう感じのような子供だったんですけど、でもやっぱりモデルとお芝居ではやっぱ表現をするのが仕事であるので、はい、で、まあ、自分自身は本当かっこよくないというふうに思ってるんですけど、それこそ与えられた役であったり、与えられたその服をどういう感じで見せるっていうになったら、もう自分がなりたかった自分とか想像と真逆の自分をに、を、見せることができる。自分自身もなんとなくそういう姿を見たいっていうふうに思っていて。はい。たのが、両方共通点ですけど、やっぱそのモデルは、服での表現であったりがメインだったりするので、雑誌とか広告にしよう。だから、紙でしか表現できないようなことがすごく楽しいと思います。そういう一つ一つの指先の、まあ、折り方や手の位置とか目力とか、はい、いろんなことも一個でも違ったら、はい、その表現する印象もすごく変わったりするっていうのがありますね。お芝居は
やっぱり生というか、言葉を発して声もあるっていうので、はい、例えばこういう抑揚のないような喋り方、あとはちょっとノーノーなんですけれど。ノーノーなんですね。でもやっぱそういうお芝居とかで、はい、なんか、いろいろエネルギーを、溜まっていたエネルギーとかを解放できるっていうのが、はい、僕的にそこをすごく違いの一つなのかなというふうに思いました。もともと映画とか舞台を見るのが好きなんですか？そうですね、映画とかも暇な時は1日7本舞台、映画館に1日中、はい、なんか1日中座って朝から晩まで、はいっていうのをよくやったりしてましたし、しかも映画館なんですね、はい、家で DVD じゃなくって、いややっぱ映画館に行ってみたいってありますよね、はい、昔からやっぱり俳優のお仕事には興味があったんですか？はい、あのもともと僕も小さい頃からいろんな映画とかドラマを見ていて、そこであの一番憧れた日本の役者さんだと竹中直人さんや佐藤二朗さんとか、はい、あと六角精児さんとかすごく好きで、その人のようなお芝居をしたいというふうに昔からすごく思っていて、はい、この役者の仕事をやりたいというふうに思いました。なんかちょっと栗原さんの外見とかとは違う、あの個性が強くてコメディが強い、コメディ要素の強い俳優さんがお好きなんですか？はい、そうですね、僕もともとニューヨークにいた頃からあのサタデーナイトライブとか、はい、サウスパークとかモンティパイソンとか、はいはいはい、そういうのが好きでよく見ていたので、やっぱり笑いでの表現力とか人を笑わせることがでしたいというふうに思いましたね。そうなんですね、はい、今回の気遣いルーシーでもそんな一面もありますね。この舞台もすごくまあ、笑いありで涙ありっていうのがあるんですけど、でも一つ一つの、あの登場人物たちが起こすアクションや出来事とかにも、うん、多分見に来るお客さんたちも絶対笑える、もう笑ってしまうような要素がいっぱいあります、はい、わーいいですね。もうそのさっきのあらすじの時点でもちょっと面白かったんですけど、さらにそんな演出がされるということで、はい、楽しみですね。さあここからリスナーさんからのメールご紹介していきます。はい、埼玉市の桜っ子ちゃん12歳の女の子です。質問です。かっこいい栗原さん、こんにちは。こんにちは。栗原さんはスポーツのイメージが全くないですが、好きなスポーツとかありますか？好きなスポーツはバドミントンですね。はあ、それこそ僕、はい、あの小学校の時、小学生の時にアメリカにいた頃は学校外にほぼ毎日母親と一緒に近所の公園でバドミントンやったりしてましたし、はい、あ、そうなんですか。し、日本の小学校に戻ってきた頃はバドミントン部に入りたかったんですけど、はいはい、でもなんかバドミントン部は女子だけしか入れないというなんか、まあ、ある意味ちょっと嬉しかったのが、はい、あの男尊女卑の逆パターンがあったっていうのが知れてよかったでは、よかったですけど、でもバドミントン部に入部できなかったっていう悔しい思いは未だに消えません女子だけだったんですね。そうなんです、別に男子入ってもいいとかじゃなくて、はい、本当に女子だけっていう謎ルールで本当謎ですね。男子なんで伝統的にないんですかね。いや、わかんないです。でもそこはなんか男尊女卑の逆が知れてよかったっていう。そう、よかったです。やっぱりやっとちょっとずつだけど、はい、ある意味女性の人たちがなんかもう目立てるよ、いい場所になんか目立てるというか今まで男性たちがひどい仕打ちしてきたのがやっとと真逆になったっていうのがすごく嬉しいというふうに思いましたそこポジティブですね。いやいやいや、普通です。普通。面白い。なるほど。バドミントン。じゃあ相当、はい、ね、年月もやられてたし。まあ年月よりは3ヶ月ぐらいとかなんですけど、はい。もっと長くやってたのかと思いました。毎日やってるわけではないので。わかりました。ありがとうございます。はい、さあ、本当に。こんな面もあったんですね。はい。早物で残念ながらそろそろ時間になってしまいました。あ、お知らせをお願いします。はい、あの改めて舞台気遣いルーシーは8月22日土曜日から8月31日月曜日に、あの東京芸術劇場シアターイーストで、あの公演します。今回の舞台もすごく面白くて、途中にいろんな歌が出てくるんですけれど、はい、その歌も皆さん、お客さんの皆さんもすごく歌いやすい曲なので、ぜひぜひ、あの劇場に見に来て僕たちと一緒に歌を歌ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。詳しくは東京芸術劇場の公式サイトをご覧ください。いや栗原さん本当に面白かった、はい、いや良かったです、はい、お尻さんが笑っていただいて本当に良かったです、はい、それがたとえなんだ僕を笑ってんのか僕の話に笑ってるんだろうかもう本当に笑っていただけて本当に嬉しいです。お話に笑いました。良かったですはい、やっぱなんか幅がありますね。やっぱクールでかっこいい面とちょっと意外な一面がたくさんある栗原さん、これからもご活躍楽しみにしています。ありがとうございます。というわけで本日のスペシャルゲストは栗原るいさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。